はい、どうも、成瀬智弘でございます。はい、どうも、スタンプの吉弘です。はい、よろしくお願いします。10月の、2日、はい、3日、4日にですね、オリゴ糖さんの第36回公演、はい、折り紙の適応戦略という、公演を、やらせていただきます。この話はですね、まあある意味そのあるコミュニティの、起こるお話でございます。まあ男女の関係といいますか、何といいますか、そういったお話でございます。うん、まあ正直言いますとね、また、はい、台本まだできてないんでね。そうなんです。半分しないで、まだ僕たちもこの話どうなるんだろうっていうのがよく分かってないんですけどね。成瀬さん、今日台本増えました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。折り紙をですね、はい、今一生懸命練習しています。折ってます。ただ折ってるだけじゃないんですよ。これ、はい、折り紙という言葉にはすごい意味が あるんですよ。折り紙。すごいですね。むにむにあんまり言うとネタバレになってしまいますんでね、これもで一体どういう話なんかなとお尋ねしていただければいいかなと思いますので、はい、お仕事第36回、折り紙の提供戦略、ぜひお楽しみくださいませ。はい、お楽しみに。楽しみに。はい、見に来てね。